ああ、ゴージャラのつもりだったと。そう、もう巡りできてないからね。ああ、出てないよ、出てない。あの、技が出てるとか出てないとかでいいんじゃないですか、もう、もはや。技が出てない？いや、だからさ、やっぱりこれ、竜と、竜と何が違うって、これなぁ。波動があんま機能しないっていうやつでしょ。うん。ホンダが有利に働いちゃうステージですね。ああ、お、今度は対空、大足じゃなかった。お、出た出て、これ本当に垂直か、垂直は熱い。アベリンさんがさらに有利になるカードですよ。なりますね。ステージでステージ補正が、まあ、早いとこは対応する方は大変ですからね、うん、そうそうそう。まあ弱、なるほど。なんで中パ中足、うん、すごいな。中足なのか。あ、同い年対決。あれ、いや、そうそうそう、知らなかった。むしろ新谷さんも同じですよ。新谷さんも同じ。お、ナメプ。最後にやはりナメプ。いやでもあれね、ホンダどうすりゃいいんだろう。相打ちしかないんじゃないかな。いや、もう鬼無双待ちしかないんじゃないか。あー、鬼無双か。まあだからないとして、ないとして前歩いてたらどうしようみたいな。ないじゃん、タッチオーパンはダメ、うん、タッチオーパン、いや、タッチオーパンの前に、タッチオーパンの前じゃないじゃん。前に下がる、下がるしかないんじゃないの。え、下がる、下がれねえだろ。下がっておく、 それ読みで下がっておくの。それかもうクグル。でも出た時点で加減になってんだから、もうどうあがいても無理だろ。それかクグル。クグれねえよ、ホンダ。タッチューキックで一方勝ちっすかね。あー、なるほど。なんか強い時ありますね。なんか先端は強いでしょ、やっぱり。あー、まあ、エスでも強いから、うん、うん、先端の上側が無敵。はい、てか、なんか、なるほど。あの、アベビーさんが早いって困惑してんだけど、どういうこと。早い方がいいんじゃない。さあ、これはあれなのかな、まあね、隠れ老人会対決みたいなとこなんだね。いや、だから、ホンダ使いはみんな同い年って昔から言ってるだじゃん。そうなんだ。知らない。4人ぐらい同いですよ。クッさんとか正月さんあたり。そう。あ、じゃあそこが4人で同い年。そういうこと。何があった？いや、でも言ってもその辺が一つの中央の年齢層なんで。ああ、そういうことか。そういうことです。一番多い年代っていうだけ。じゃあその世代を知ってるから、その世代のホンダはみんな強いと。あ、そう、多分昔、もう現役世代ですよね、うん、なるほど。こう喋っててよく分かんなくなる。あれ、ニヤニヤしてる。うん。あ、そうなの？狙った勝利じゃないの今の。うん、お、対抗して。出ない出ない。いろいろ出ない。お、お、死んだ。ちゃんとしてます。ごめん、数えてる？今11。11？いちいち？え？いちいちっすか今？じゃない？ちょっと待って、今ラウンドいくつ？バトルでしょ？ラウンドっつうか。バトル3。バトル3。あ、いちいちだ、失礼しました。いいじゃん、いいよ。合ってました。あー、もったいない。繋がってない、うん。繋がってないけど、まあいいんだよ。さあ、老人力が試される対決。波動体系、うーん、こうなっちゃったらどうすんだろうな。もうアベビンよろしくでやるしかないんじゃない、うん、これちなみに、え、ライブ配信やってるよね今。やってるやってる。やってんの、コメントないから どうなのかと。見てらっしゃるんでしょうか、どうなのか。配信止まった、止まった、止まった、トマト、トマト、マジで真っ暗やで、ブラックアウトしたやで、よくわからん。じゃあちょっとアベビンさんを堪能ということで。あ、変なこと押さないほうがいいか。この上画面で見るとね、横長だからよくわかんないよね。あ、
カラジャンを一応これどうしたらいいんですか。あ、終わっちゃった。落ちた落ちた。動画に残んないパターンですよ。うわー、さあこれで、アベビンさんが2勝目。2-1でしたろ。見らない。真っ黒になってます。真っ黒になってます。あーん。あーんって言われました。なんか踏んじゃったのかな。じゃあもうとりあえずこれで。とりあえずこれで。デバイスノット。デバイスノット。やばいラブ。はい。あ、落ちた。落ちた。ユーズルさんの思いが通じた。やったね。そこそこは分かんないな。セーフ。なるほど、犯人はユーズルさんでした。いや俺じゃないよ。お、見てから昇竜。あれ、なんだよ。相模ジャックパンキャンセルレッパ、逆に難しい。あれは逆に難しいです。ボーの初ですかね。いやだって相模ジャックパンってことは波動の入力が一番長いんで逆に難しい。ほうほう。波動拳、弱波動が出ちゃう、普通は。なるほどね。あ、でもしゃがみて待てばちょっとは余裕あるか。とりあえず全然状況見てなかったから。え、ジャンプ大パン竜巻、しゃがみ弱パンキャンセルレッパ。キャンセルか。いや、キャンセルしてる今、うん、キャンセルして1ヒットで残念なことになって。なるほど。多分あれは昇竜拳。まあ、だろうね。状況でしたらね。状況的には昇竜拳、うん、戻った。よかったよかったよかった。わかるな。あれ、こうなったらどうすんの。やっぱり寄るしかないよね。いやー、余生でしょ。余生？余生もいいとこです。もはや余生、うん、ほらほら、ほらほらやりだした。いや今のは頭突き溜まるって。溜まる溜まる。いやいやいや、溜まる溜まる。まあ読みで待ってんならいいよ。ガード溜めるしかない。ただもう今の状況って前歩かなきゃいけないから、そうは言ってもそれ待ちもするっていうのもなかなかきついんですよ。まあね、そこは人読みです。分かってください。掴む、しゃがみジャックパンから掴む。斬新。やはり話していないと考えるのが自然。まあね、最速に出すことが重要っては割り切ってる可能性もありますからね。まあこのおじちゃんで今さ出ないでしょう。掴みですね。ああ、そう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 、それはありです。まあ理論的にはだってリバサー昇竜じゃなかったら精度でいけるからね。まあ、長田さんはそれでいくっていうからね、うん、だからリバサーで出すっていうのはすごい重要。そうね。お、一方勝ちしたよ。 2-2 今のすごいね。 2-2 2-2 え、 2-2 2-3 え、 2-32-3 うそ、3-2 かってことは6になってる。6ですね。2-3です。アベビンさんが3 3-2 か。アベビンさんです。アベビンさんが3で総集者が2です。大パン、なんか大パンね。永田さんっぽい方ね、うん、お、暴れ読んで高い。今の吸うんだ。まあ歩いたからね。実際はああいう時は話し得だから、俺だったら一応話入れとくって。まあそうですね、うん、まあ4-2さあこれは老人力軍か。広まってしまうぞ。すごいね。俺は勉強に後でちゃんと見て勉強しましょう。さあ本田は長州さんはどんな感じですか。
いや、わかんないけど勝てるわけないでしょ。勝てない、勝てないでしょ。やはりちゃんとやったことはそんなないと思うけど、やはりチュンリーじゃないと僕は弱いと。まあ別にチュンリーは弱いですけど。いや、チュンリーは強いですよ。え、チュンリー強いですよ。あ、草チュンリーが強いと。俺は剣戦下手くそですから何も言えません。あ、むしろチュンリーでも剣は微妙と。あんま勝てないんじゃないですか。いやー、4-2だよ、4-2。うん、4-2だよ。単純に玉焼きがうまいよ。待ってる、怖すぎる、うん、逆に寄せ、逆寄せを堪能してる。お、あー、5-2、5-2、おめでとうございます。